になれ。学校で受けるかわからない大学の数式を飛び乗り入れてしまった方が楽なことを知った。はい、4月22日金曜日、渋谷生電圧、今日はですね、久々に、はい、はい、全員集合ですね、はい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 、というわけで、こんにちは、まあ、自己紹介とかは特にいいです。レイです。はい、はい、お姉さん、久々です。久々ですね、僕、何ヶ月ぶりでしょうか。今年初で、去年の頭、私、ちょっと風邪の方が4人で、あ、そっか、なので相当ぶりですね。相当ぶりね。相当ぶりです。皆様待っててくれましたか。やってまいりました。というわけで、はい、はい、マヌカさん、はい、今日22日なんで、そうですね、2日後にツーマンでございます。そうですね、ツーマン、はい、3部作の途中ですが、皆さん、うん、はい、途中ですね。なんか、うん、なんか言って。なんか言って。なんか言って。いや、僕結構僕ごとなんですけども、はい、相当追い込まれまして、時間的にもギリギリな感じもありますし、まあいろいろとありまして、こう書くものも多かったからね。今回多かった ね。多くてね、そしてなんかもう本当何も書きたくない、文字も考えたくないみたいな。いろいろあって、夜抜け出しては散歩に行き、途中プラン、ね、桜見に行ってたもんね、うん、見てったね。よく小説家とかであるパターン。本当ですね。そうそうそう、ね、本当にね、酒に溺れたいなと思ったけどね、そんなこともできずに、ライブもあるしみたいな。そこはやめた、ね、あ、そこはやめましたね。あえて散歩にしましたけど、はい、はいはい、そんな、それぐらいでいいですか。なんかあります。なんかあります。ツーマンの日に、その闇が、何も書いてない。しゅんすけ、タイトル教えて。その闇、あれ、その闇に雨ありです。おー、はい、おー、が正解。どんな曲。いや、あれは、これで言っちゃっていいんですか。あ、いいよ、全然。雨さんさんのバック演奏に、レイさんの語りが、物語をね、そうね、断片的なね。そう、あれはすごいね、いいですね。あれは、レイさん好きはもうたまんないんじゃないですか、もうたまらない。俺もたまんなかったから。あ、たまんなかった。たまんなかった。たまんなかった。うん、たぶん。あ、ほんとに。あ、俊介はどの辺頑張ったの、その曲。その辺は、どこだろうね。ちゃんと結構、気持ちが入ってますよ、気持ちは。すごい応援した。すごい応援。すごく応援した。ブースからこうやって見てたから、頑張って。いい曲だな、いい曲だな。あ、共演も一緒ね。そうそうそう。二人でね。まあね、視聴動画ではもう、一応全部出てるんで、はい、はい、まあ、どんな感じかっていうのは伝わると思うんですけど。そうね、本当。じゃあちょっと俊介、聞きどころ教えて。聞きどころですか。その闇の方。その闇の方ですね。なんだろう、まあ物語の全てが入ってるのかな、あれは。あ、まあアメジとはまた違うのか。アマジね。アマジ、アマジ。アマジね。すぐアメジつちゃうんだな。アマジだね。まあストーリーがちゃんとできてるんで、ちゃんと雨にね、うん、そう、つながって姉さんの世界がこういう説明苦手なんだよな、俺。まあ、雨さんさんで歌ってるそのことはまだやっぱ一部なんだけどもね、一部なんだけども、その闇に雨ありを通して雨路に続くっていうところがね。もっと言うと、その闇も一部なんだよ。そうなんだよね。そう、一部なんだよ。さっき違うこと言われた。そう、全体つっちゃったよね。うん、全体は本なんです。本なんです。本が全部なんです。この雨のね。そうなんですよ。本がね。物販でね。本が全部なんです。あれが本。あれが本物。本物っつうか、あれがもう最初にボンってあって、そこから曲が分かる。あの曲ができた。闇以上なものが入ってるのか、本は。そうです。そうです。語られない部分がちゃんと入ってる。あ、そっか。そうですよ。知らなかったの。俺、もう、あれ、あれ以上に。よかった、よかった。だから、まあ、ね、この3部作を知りたいならば、やっぱり、まあ、24日ね。24日のツーマン。ツーマンで、発売される、私たちのね、初めてのね、物販という、そうだね。本をね、買ってもらえればと。ぜひ。ぜひチケット、ね、俊介もぜひその日ね、チケット買ってきてね。買う買って物販だから、ね、お願いしますね。はい、物販並んでる、物販がね。
500円だけ500円、ね、はい、というわけでマルコさん久々なんで、はい、久々なのかどうなのか分かりませんが、うん、まあ結構ね寄せてきてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で1個ねちょっとバーっと見て、はい、ちょっと面白いのがあったんで、今までにないパターンが、うん、それからちょっとやっつけようかと思います。はい、マークは皆さんこんばんは。こんばんは。好きな男の人がいるのですが、あら、はい、マルコの皆さんが付き合う前の女の子にされて一瞬一番グッとくるアピール方法を教えてください。うん、ふとした会話や仕草などを知りたいです。というわけで、僕はもう何を されるとその好き好きアピールになるかって、うん、相談されてるよしんちゃん。あ、僕いいですか言って。あ、いいよ。僕は正解教えてあげて。恋愛に対するね、俺はやっぱボディタッチじゃないか。ボディタッチボディタッチボディタッチですか。振ってこない。やっぱ好きな人、うん、とか好きな人にやるわけじゃん。ボディタッチをするとか、ボディタッチってちょっとせこいよね。なんか例えばなんだろう、なんかちょっとしたところでなんか肩持たれたり。あ、ちょっとやめてください。グッとくなかった。あの、ダメ、僕あまり触られんそれね、そうだからね、あの受け取り側によってね変わるよね、ボディタッチって。あ、そう、嫌な人嫌なのかな。僕もね、嫌だっつうか、あの僕の場合マイナスイメージなんです。あ、ほんと？されると、へぇ、なんか誰にでもやってんだなって感じがする。あ、まあちょっと同じ感じ。あ、ちょっとあれが出ちゃうな、チャラさというか。そうそう、なんか計算が見え隠れですよ。あでも俺ちょっとグッてき、グッてきちゃう。俊介はまあそれされる と、うん、とすぐ尻尾振っちゃう。へい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 。じゃあ京平さん、はい、教えてください。そうですね、アピール方法。やっぱあれじゃない、相手のことすごい質問したりとかさ、やたら聞いてきたりする。興味ある。そうそう、知ろうとしてこうなんか会話だったり、うん、まあ、会話が一番いいのかな、こう携帯とかのさ、ああいうのよりかは。でもそれってさ、あの割と結構勇気いるよね、その。あ、そうだね、そこに会話に行くまでに、うん、でモドなわけでしょ。うん、モド面と向かってガツガツ聞いたら、うん、それもちょっとそうだね。なかなかいける女子は少ないと思う。そっか、うん、そこを突破できる。そうですからね、最初はそこから。けどやっぱそこが来ると、あ、好きかもなっていうアピールになるのかな。でもそんなもうバレバレやん。それは半分知ら恥ずかしいから知られたくないけど、うん、アピールしたいっていう。そっか、そうそう。というわけで、じゃあここはマスターのルッタ先生に。ルッタ先生。マスター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 ルッタに。マスタールッタお願いします。どうですね。まあ多分すごい単純なことかもしれないですけど、うん、普通にまあその自分が見てる相手、相手から言われるときに、うん、自分が見てる相手が見てない一面を見せられたらっていうのもすごいあるだろう。他の人には見せてないし、仕草というか。仕草やまあ表情的な。でもその人にはそれは、そう、これあなたにしか見せてない様子なんてどうやって伝えるの？自分がまあ見てる範囲しかないですけど、それはやっぱり口で言わないといけないのか。口で言う、こういうのはあなたにしか見せません。それでもあなたに言ってたね。それはグッとくるのかな。アピール。まあそので、結局答えは？答えはまとめると、まとめると、あ、じゃあお姉様は？え、僕？うん、あ、僕はな、あの、あの、ごめん、みんなが言ってるのはもう普通すぎて、うん、もう全然好きなのかわかんない、うん、伝わんない。いきなりブチュってチューとかされた方が、あ、こいつあ、もう全部、いきなりからだ、ね、もうそっからですね。外国乗りに大胆に来てよ、来いと。大胆に来いですね。大胆に、そうしないと僕わかんない。いいよな、あのスルーしちゃうんで、全然。あ、じゃあもう中途半端なその駆け引きとかはもういらない。もういらない、いらない。正直にぶつかると。そう、で、そこで好きか嫌いなのかっていうのはちゃんとはっきりすればいいと思います。難しいですね。難しいですね。まあこのね、僕たちの意見をまとめてちょっと自分なりに考えてほしいですね。何だこれ。全然違う。全然違う。答えかな。まあ人によるからね、相手のタイプに。そうなんですよね。まあ、ちなみに僕の場合、私があの、あのなんつうの、その感じるというか、あ、この人は信用できるなって思うのは割とね、分かりやすいのが一個あって、あのね、即レス。即レス。あ、すぐ返してくれるみたいな。そう。それで、ね、なんとなくね、距離感を測る。測る。まあ別にプライベートじゃなくても、仕事に関しても何でも。
レスの速さっていうね、結構、結構、ね、結構重要よ。いや結構重要視するもんね、うん、もうだからもう LINE とかでさ、うん、あのまあ、僕やってないけど、うん、既読既読まあよく言う既読するなんてのはもうありえないありえない僕はもうそういうのがもう多分イラつくから、うん、あえて LINE やんない。ラストレジャーたまっちゃうんだよ。そうだよね、まあ、分かりやすい時間後にそう、まあね、どうでもいい話だったらいいけどね、それが業務連絡で既読するなんてのはもうありえない、うん、というわけで、はいはいはい、結果、じゃあ答えはじゃあ即レスってことで最終的即レス、何かあったら即レス、まあ、でもね、すぐ帰ってきたやっぱ、まあ、やっぱ気持ちいいよね、まあ、興味あんのか、そう、まあ、微妙に伝えるにはまあいいんじゃないでしょうか、うん、まあ、連絡先知ってるやんの話、知ってるやんの話だね、そうだね、そこ見たらね、そうだよね、はい、というわけで、皆さんの最近おすすめの漫画、映画、本など知りたいです。お、はいはい、はい、そうですか。じゃあ一人一個いくとちょっと時間ないんで、はい、一人一ジャンル、はい、ジャンル、じゃあ映画、映画、あ、映画最近見てる人、はい、はい、俺いないんだよね。ああ、そっか、見たね、なんか言ってたもんね、はい、じゃあ最近本読んだ人、漫画なら読んでるおすすめやで、あ、おすすめか、俺おすすめではないかもしれないけどな、一応読んでるのはある、面白い。じゃあ本、本、誰か本、本読まない、読んでない、僕最近本作ったけどそっち側さんね、本書いてあげる、あ、そうだ本書いてまあいいや、じゃあ僕本でいいや。じゃあ、じゃあ映画おすすめの、おすすめの映画ですね、最近見て面白いと思ったのはバットマン VS スーパーマンもありますけれども、それとはまた別ジャンルでちょっと面白いなと思ったのは蜜の哀れという、哀れ、なんかスケベなやつですか、邦画ですね、邦画の誰が出演してる、大滝蓮さんかな、あ、あと、あの二階堂、あの新しい二階堂ふみさん、女優でやってる、あの金魚の、金魚が擬人化じゃないけど、擬人化、まあ、擬人化っていうか、あの本当は 金魚と主人公なんだけど、その主人、あの女の子が金魚なんだけど、それは女性で人間の形をしてる、もうすぐ人魚なの、人間、人間、人間、あーと金魚なんだけども人間の姿をしてる、例えてる、喋るの、喋るの、ファンタジー、ファンタジーじゃない、もうそこがね、うん、微妙なところでね、すごいこう、あの人の老人と若い金魚の話なんだけど、うんうん、そのなれそめがすごく、あの人情というか、こう時代の流れというか、あの心に染みて、すごく僕は興味があったっていうか、見てて面白いなと思った映画なんですけども、ぜひ、うん、おすすめですね、ぜひぜひ面白いです、はい、はい、じゃあしゅんちゃん、漫画、漫画、僕は今ジョジョ読んでます。おすすめ、おすすめ、でも面白いですよ、何章、何章読んでます、今ね、4、5部読んでます、ジョースケ、ジョ、あのジョルノ・ジョバーナ、あ、ジョバーナ、以上ですね、以上か、早い、おすすめやで、おすすめ、ジョジョ、ジョジョおすすめ、あ、おすすめか、おすすめ、僕はやっぱデスノートが好きです全然違うよ、うん、あのね、全部微妙に古いです最近の全然わかんないからはい、じゃあ、本、はい、あれ本は、あ、本僕いくつか本は、本はね、もうオデッセイの原作とか、あとね、なんだっけな、なんかの原作、ね、モズ、モズ、うん、の原作は読んだけど、まあ、ちょっと全然違うから、やっぱドラマ、映画とも微妙にね、うん、まだ終わってないし、原作も、うん、あ、そう、完結してない、へぇ、でも僕が最後に泣いた、あの文庫本はハリーポッター泣いたんだ、泣いた、あれは感動した、最後、ゴブレット、あ、ゴブレットゴブレットゴブレットで泣いた、泣いた、ケンちゃんの石しか見てないから、何、ケンちゃんの石、ケンちゃんケンちゃんの石じゃなくて、ケンちゃんの石、どこのケンちゃんやねん、ケンちゃんケンちゃんケンちゃんの石、はい、よく使う LINE スタンプ何ですか、僕は漫画太郎先生のスタンプです僕は使いません、 LINE スタンプは使いません、使いません、うん、はい、私は LINE も使いません、はい、終了でございます、スタンプ、スタンプ、スタンプ使わないです、あ、使わないの、使わないです、私使わない、画像なんか載っけたりする、そうそうそう、ルートさん、なんかクマさん時々ポンとモロモロ、キャラモノキャラモノそうですね、はい、携帯の待ち受け画面なんですか、携帯の待ち受け画面、待ち受け、普通に内蔵されてるやつ、俺もそうかもしれない
つまんねえ前ね、あの携帯この間最近変えたんですけど、前はあのアメジの、アメジじゃない、あの、あ、まあ、雨のあのあれだったんですよ。全然伝わらない、何フライヤーというか、アーシャだったんですよね。みんなそう、こうやってやってるやつ、シンプルなやつ。そうそうそう、でもなんかこれの携帯に取り込んでやってもなんか切れちゃうんですよ、誰かが、うん、だから今までやってないです。あ、そう、うん、僕はもう縦書きで丸とか。ああ、そうだね、うん、僕はあの一番最初 の, あのアーシャドって浅草の、うん、あ、そうです、ね、あの傘しか映ってないバージョン、うん、あ、てか要は相対性 の, ジ ャ, 対性のジャケットとか、え、打ったわ、あ、普通のやつ線路にで撮ったじゃないですか。あ、そうそう、それそれなんですよ、俺もそれだったんですよ、ね、あれの自分の写真。あ、自分の自分の自分のかい自分です。意外、意外な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 、ごめん、俺それ知ってた、俺それ知ってた、知ってた、俺がちょっとびっくりしちゃった僕もちょっと今一瞬ドキッとこれがあれかもしれない一番最低、一番グッとくる、グッとくる、はい、グッとくる、グッとくる。というわけで、ここでマルコさん、はい、恒例の、恒例というか、まあ、まあ全員集合ということで、はい、ね、まあ、前回もそうでしたが、はい、前回は、トリカゴの MV フルが出ましたが、うん、はい、今回は何でしょう。まさか、まさかの、まさかの、はい、どうぞ、アメジのアメジの MV フルです。アマジ、アマジ、アマジ、アマジの MV フルです。フル、はい、で本邦初公開なんです。初公開です、はい、です。じゃあちょっとご覧ください。はい、どうぞどうぞどうぞ。思い出に浸る悲しき涙道、雨は
はい、で、はい、ご覧いただいたのはマルコで、今度出る、5月11日リリースの、4枚目シングルアメジからの、リードトラックアメジ MV ということで、はい、はい、アマジでした。アマジ、頭の中混乱してあれさっき言われたけど振るのかと思う、まあ白黒な感じで、そうですね、雨ポタポタな感じで、うんうん、まあ、それに関連して、マルコの皆さんこんばんは、雨三部作の収録や撮影での面白いエピソードあって合わせてください。面白い、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 面白いですか。三部作、三部作、三部作、UV 撮影、まあ、最初の、スチール、スチール撮影の、うん、あのあれ、みんな傘さ、下向いてるやつは実際の踏切で、うん、踏切ね、夕方ね、そう、荒川線で撮ったんですが、電車が来るたびに並んで、うん、並んで反対側から撮ってもらって、で車が来たらカットで、そう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 、っていうのを意外とね、中学生に指刺されずーっと見てて、ずーっと見られ立ち止まってずっと痛い、本当に。でもなんだか、あの黄昏の撮影の時もなんか子供に絡まれた気がする。絡まれた。ああ、そうそうそう、機材車の近くまで最後。ああ、そうだそうだそうだ。まあ、ね、ああいうの好きなのね。ね、本当に。我々はちょっとロケが多いからね。ロケ多いね。外でやるとね、まあいろいろあります。あります。はい、なんか他に、他にですね。そうですね。まあ MV、うん、撮ってる時ですかね。僕まあちょこっとしか映ってないんですけども、僕あの見えないかもしれないんですけど、シャワー浴びてるんですよ。シャワールームの、ね、シーンはあるけど、あれね、よく見ないとね、水が出てるの分かんない。あれ頑張ったのに、ね、めちゃめちゃ頑張ったのに、あのタオル1枚ですよ、タオル1枚、あの寒い中、そうそう、そしてお湯がつくと言われやろうとしたら、お湯が出ずに、いつまで経っても、ね、いつまで経っても出ずに、もうみんなでガス栓探したもんね。で冷水を浴びながら震えながらやったという、あの、ね、面白いです。ワンシーンはすごかったです、けどあんま見えない。あんま見えない。頑張ったね。頑張ったね。頑張ったね。本当はね、そんなね、思いも入ってるっていうことはちゃんと伝えておきたいなと思います。まあ結構大変だった。大変だったね。はい、うん、じゃあそんなもんすか。そのまあまあまたね、インスタなりなんなり、そうだね、まあ、この作品に関しては、うん、いっぱい語る場はあるんで、そうですね、はい、ちょっともうサクサク質問を、はいはい、言っちゃいます、はい、過去すごく好きだった人に何か一言伝えられるなら何を伝えたいですか。過去すごく好きだった人、何を伝えたい、好きだった人に、まあ女性とは限らんけど、うんうんうん、僕は無事生きてます。はい、するかもしれない。するかもしれないけど。きょんちゃんは、あ、好きな人に、うんうん、大切だった人とか、伝えたいじゃなくて会いたいな。話しちゃったけどね。何か伝え、伝えるならだ、伝えるならね、伝えるならだから。何かないのも、うん、いや多分まあ普通だけど、バンドやってるって言っちゃいそうだね。僕はそう、絶対そんな思ってないしさ、バンドやってるよ、その頃ね、そこまで音楽とかも興味もそんなになかったと思うからね。ちなみにアンキーはどうなの。え、アンキーはどう伝えたい。もし伝えるとしたら、伝えたいことを、伝えたいことを、伝えたいことって言ったら僕も一言しかないよ。だってもういろんな人に対してごめんなさい。何何何、それは何。いやもうすごく好きだった人たちでしょ、過去もう、だからごめんなさい。いろいろと思う、深そうだね、なんかいろいろ、いろいろ申し訳ありませんでした。しかも今思えばね、今思えばね、うん、そりゃそうかそうか、うん、あ、それもあるな、ありがとうですね、ありがとう。まあ、いろいろまあ、なんか支えてくれたりとかもあるじゃないですか、その、まあ、自分の面倒を見てくれたり、そういうもろもろに関してありがとう、感謝です。僕ですか。僕はあの結構歌詞中に書いてるんで大丈夫です。見てもらえれば。歌詞を伝えてる。あ、いろいろと伝えてます、小出しにして。はいはい、はい、あ、じゃあ一瞬ですけど、なんだっけ。僕は無事生きてます。はい。ああ、そっか。生きてます、生きてますね。
生きてますね、うん、そう、ちなみに誰に対して言ってるんですか。これはですね、まあいろいろな方にあるいろんな人もやるんですけど、うん、でもまあ深く考えたら今こうやってみんなの聞いてたら、うん、まあありがとうはやっぱでかいですね。今ゆつさんとかね、やっぱそういう人たちと出会って今の俺があるから、もうでもそういうのはもうああいうなんつうのファンキーモンキーベイビー的な感じのバンドさんに任せようぜありがとう的なのはそういうの、そういうの聞きてんじゃねえんだよ、うん、ロックバンドで、ロックバンドで、うん、そういうもう ね年に一度こと言うな、もう感謝とかそういうのはもういいからちょっとしゅんすけ毒吐いて毒過去に、いやそれ言ったら本当にごめんなさいなっちゃうそっちか、申し訳ない本当に、まあまあうん、土下座レベルのごめんなさいだよね、うんうん、まあその時はね、うん、それでよかったけ ど、やっぱ今考えたらやっぱいやもうひどかった、いろいろひどいろね、ひどかったからね、あの時は、うん、まあ許してくれるとは思えへんけど、あの時はごめんねごめんなさいそれ以外ないね多分、うん、そうね、うん、はい、というわけで、はい、毎日食べてもいいくらい好きな食べ物とこれだけは絶対無理な食べ物を教えてください。いや、めっちゃ好きな食べ物とめっちゃ嫌いな食べ物を、毎日食べてもいいくらい、うん、毎日だね、いや、これもうピン、一人ずつパンパンパンといこう、はい、毎日食べてもいいもの、僕はチョコレート、チョコ、はい、カレー、カレー、はい、ラーメン、ラーメン、納豆、納豆で、ココイチのカレー絶対、うん、銘柄付きでココイチのやで、ココイチのね、サコちゃん、俺はいろんなとこ食べる、はい、で絶対に無理に食べ物、梅干し、おい、寒天、寒天、寒天、ありありあるもん、はい、日本そばです、ああ、そうね、はい、グレープフルーツ、あ、そうなの、ダメ、もうあれだけは、あ、そうなの、美味しいの、僕納豆、対立僕もマジでもういつも言ってるよ ね、 るね、納豆食うぐらい、おっと、匂いだっけ、もうすべて、いや、もう全部、全部か、ビジュアルから、もう見た目から、もう衣装から曲から人間性からすべてが、すべてが、すべてにおいて、おお、うん、俺は俺も好きですけどね、納豆、これだから関西人はみたいなこと言ったもんね、トイレとか、確かに。はい、朝方ですか夜方ですか、起きて一番最初何をしますか、もうピン一言答えて、起きて一番最初何しますか、もうタバコ吸う、多分これ一緒、みんな一緒じゃないですか、違う、はい、違う一緒じゃない一番最初に何をするかよね、起きて、うん、俺もその勢いでもタバコ吸っちゃう、とりあえず、うん、おでさまは、僕はベッドの中で、うん、伸びをする、うんうん、トイレに行きますね、うん、お茶を飲む、起きてすぐ、起きてすぐ、なんか飲まない、僕ため息をつく現実か現実か今日も起きた、でもね、こう真面目な話ね、起きてすぐ吸わん方がいいで、うん、うん、体に良くない吸って、まあ、吸ってて体にいいも悪いもないけど、起きてすぐはもうニコチン中毒のね現れなんですよ中毒ってるね、うん、なるべく寝起き、まあ、僕は頑張って起きて2時間は吸わないようにしてる、本当に起きてからそうだよ、ね、うん、起きてからは、あと、まあ、あと寝る前もね、あ、そうなんだ、あ、でもね、睡眠は妨げるって言うよね、うんうん、でも完璧もう両サイドくっついてるわけ両サイド寝る前も寝る前も朝方ですか夜方ですか、僕は夜です、僕も夜です、夜夜で、朝です、朝朝朝、うん、朝早起き組って、早寝遅起き、早寝遅寝、うん、違う違う、どういうこと、遅寝早起き、遅寝早起きですね、明さん、そうです、もう死にそうですため息ですから起きてすぐ一番最初ため息、はい、まあ長々と喋ってきましたが、短い時間でしたが、はい、久々の久々の5人で、はい、なんか伝え切れてないことがありますか、まだ、まあ、2日後ツーマンです、ツーマンです、はい、ツーマンあって来月20日はワンマンです、はい、はい、そこ重要です、マジで、はい、重要です、はい、音楽バカに聴いてもらいたい僕たちの音楽です、はい、はい、まあ僕たちね、まあ、アマジを引っ提げて、うん、ワンマン、ツーアーも行ってワンマン向かうんですけども、本当に今まで以上にね、多くの人たちに知られるように、うん、僕たちの音楽が広まるように、活動していくんで、どうか見守っててほしいと、やっぱこれを見てる人たちにも伝えていきたいと思いますし、
変人をとにかく多く集めたいと思います。よろしくお願いします。たくさんの、はい、変態たちと一緒に絡みたいと思います。はい、まあそんな感じで今日のゲストは、はい、マルコ全勝でした。いや、ありがとうございました。